はい、皆さんこんにちは。バルーンアーティストトシです。はい、今日は、初心者のためのバルーンアートを作っていきたいと思います。はい、で最初に作るのはこのクマさんです。はい、クマさんをまず一つ作りますね。はい、で、応用編としてこの、はい、連結クマを作ります。はい、3色で作ってます。はい、3つ、3匹のクマが、はい、連結しています。はい、これを作ります。はい、よろしくお願いします。はい、ではクマを作っていきます。260サイズ、茶色ですね。茶色の風船を1本用意してください。はい、とポンプですね。はい、ポンプこれを用意します。で、空気を入れていきます。はい、はい、先端を12センチぐらい、残して、膨らませます。で、結びますね。はい、いきます。最初に、6センチを縫います。はい、6センチ縫います。で、6センチをもう一つ縫います。はい、同じ方向に縫えるようにしてください。はい、6センチを2つ作ります。で、こちらは離さないようにしてください。一番最初のバブルですね、離さないようにしてください。で、次に3つ目に、5センチの、バブルを作ります。はい、5センチ、6センチ、6センチ、5センチ。で、最初と最後を離さないように持っててください。はい、続いて、2センチを作ります。はい、2センチを作ります。はい、はい、続けていきますね。4センチを作ります。4センチを作ります。はい、4センチを作ります。はい、いきますね。続けて2センチを作ります。はい、2センチを作ります。で、最初と最後はしっかり離さないように持っていってください。はい、はい、続いて5センチですね。5センチを作ります。はい、5センチを作ります。はい、こんな感じですね。6センチ、6センチ、5センチ、2センチ、4センチ、2センチ、5センチです。はい、で、この6センチ2つを片手でこうやって持って、で、残りのバブルですね、こっちです、残りのバブルを片手で持ちます。はい、このように、このように片手で持ちますね。はい、で、反対の手で、ここを持って少し上に引き上げながら、上にですね、こう引き上げながら回転させてひねります。はい、こんな感じですね。で、この時ここを離さないでくださいね。こんな感じです。で、この6センチの、口巻き部分のところですね、これを先端からこの輪の中に、入れ込みます。はい、こんな感じです。はい、6センチ1つを中に入れ込みますね。はい、で、ちょっと一番のポイントですね、難しいところ、はい、いきますね。この2センチの部分が2つありますね。で、この2センチの部分、はい、こうですね、ここの5センチと4センチの部分を引きつけて、こことこう引き寄せてですね、引き寄せてこの2センチの部分だけを上に引っ張りながらひねりますね。いきます。上に引っ張りながらひねります。はい、こんな感じです。ちょっとここが難しいですね。はい、はい、で、反対側も同じようにこの4センチと5センチの部分を、はい、引き寄せますね。ぐっと引き寄せて、こことこう引き寄せながら、で、この2センチ部分は上に引っ張りながら、で、ひねりますね。ここをぐっとひねります。はい、こんな感じです。はい、こんな感じ。こっちが正面ですね。はい、こんな感じですね。で、ここを挟んで調整しますね。形を少しこういう風に挟んで、調整します。花が真ん中に来るように、こんな感じですね。はい、
これで、顔の部分は完成です。はい、いきますね。続けていきます。はい、6センチ、はい、6センチを、4つ作りますね。6センチ、はい、2つですね。で3つ目、6センチ、はい、であと1つ、4つですね。6センチ、はい、6センチを4つ作ります。でこれを輪にしますね。こういうふうに輪にします。はい、輪にして片手で、こっち側を持って、もう一方の手で少し上に引き上げながら回転させて練り合わせます。はい、こんな感じですね。後ろ、はい、こんな感じですね。はい、で続けて7センチを作ります。はい、7センチをひねります。でここの6センチ4つの中心に持ってきますね。はい、中心に持ってきてここに引っ掛けます。ふっと、はい、このように引っ掛けます。7センチを作って6センチの、はい、中心に引っ掛けます。で裏側ですね、こうで7センチを作ります。はい、7センチを作ります。で最後ここにですね、ここにぐっと持ってきて、ここに持ってきて、これをここに絡めますね。ぐるぐると絡めますきます。こういう風にぐるぐると、はい、絡めます。はい、こんな感じですね。絡めます。で、空気を抜きますね。ハサミ、ハサミで、空気を抜きます。先端から空気を抜きますね。はい、抜きます。そして、ここにぐるぐると絡めますね。しっかり絡めます。で、残りの部分ですね。残りの部分は中に入れ込んでしまいます。見えないところにですね、はい、入れ込んでしまいます。で少し腕の部分を下に挟んで、ここを挟みますね。こことここの間にちょっと挟みます。こっち側もちょっと挟みます。はい、こんな感じですね。はい、これでクマさんの完成ですね。はい、こんな感じです。はい、はい、では連結していきますね。顔の部分3色ですね。3色まず用意して、260サイズの風船を3色用意して、顔の部分だけ全部作ってしまいます。3色ともですね。はい、作ってしまいます。で真ん中を決めます。真ん中のクマさんを決めます。赤にしますね。真ん中を赤にします。はい、でいきますね。はい、真ん中の風船に6センチを作ります。6センチで、ピンクのちょっと濃いやつですねにも、6センチを作ります。はい、はい、作ります。で、絡め合わせます。はい、はい、こんな感じですね。はい、ここが真ん中になりますね。これ端っこですね。はい、で、この赤の風船に、6センチを2つ作ります。1つ2つ、はい、6センチを2つ作ります。そしてこのピンクの風船ですね。ピンクの風船、はい、これちょっと保持しておきますね。保持してピンクの風船に、6センチを作ります。はい、はい、6センチを作ります。そしてこの、赤の6センチ2つの作ったところ、残りこの残りの部分のこことこの6センチを絡め合わせます。よいしょ、はい、よいしょ、はい、こんな感じですね。ここですね、ピンク、これが端っこですね。で、赤が真ん中、ちょっとこういうピンクが一番端っこですね。はい、で、先にこの赤のクマさんを、完成させてしまいます。はい、今6センチが1つ、2つ、3つできてます。はい、で、あと1つ6センチを作って
ここに絡ませますね。はい、あと1つ6センチを作って、はい、6センチを作ってここに絡ませますね。よいしょ、はい、はい、今こんな感じですね。はい、もうここ4つ、手と足の部分作ってしまいました。はい、はい、ここですね。でもう、赤の風船を完成させますね。赤のクマさんを作ってしまいます。はい、7センチを作ったらここの、中心ですね、中心に引っ掛けますね。はい、中心に引っ掛けます。このように引っ掛けますね。で、7センチを作って、ここに絡ませますね。こう持っていって、ここに絡ませます。はい、はいはい、で、残りはしぼませて、絡ませますね。残りをぐるぐる巻きつけて。はい、ここでしぼませて、絡ませます。しっかり絡ませます。はい、今赤の、クマさんがもう真ん中のクマさんが完成しました。はい、こんな感じですね。はい、今度はですね、ここの端っこと端っこをこういうふうに連結させるので、はい、それぞれ、6センチを2つ作りますね。1つ2つ、はい、このピンクに6センチを2つ作ります。で、これ保持しておきますね。で、こっちの少し濃いピンクにも6センチを2つ作ります。はい、で保持して6センチを2つ作って保持して、で、こっちの濃いピンクにも6センチを2つ作ります。はい、それぞれ2つ作りますね。で、絡め合わせます。ピンクと一緒に絡め合わせます。はい、はい、こんな感じですね。はい、それぞれ、6センチを1つ2つ作って絡め合わせました。はい、あとはそれぞれ一つずつ完成させていきます。まず濃いピンクの方から完成させますね。はい、6センチをもう一つ作りますね。今6センチがもう4つあります。3つあるので、もう一つ6センチを作って、で、輪にして、はい、はい、こんな感じですね。輪にして、はい、で、7センチを作る。で、7センチを作って、ここの中心に絡めます。引っ掛けますね、絡めます。引っ掛けます。はい、で、7センチを作ります。7センチを作って、はい、このセンターから中に入れ込みますね。中に入れ込んで、で、引っ張って、で、根元にぐるっと、首のとこに。絡ませて、はい、絡ませて、で、残りは空気を抜きます。はい、空気を抜いて、しっかり絡ませておきます。はい、これで、濃いピンクのところですね、ここも完成しました。はい、あとはピンクを、完成させるだけですね。今、6センチが3つあるので6センチをもう1つ作ってここに絡ませます。はい、6センチを作って、はい、で、ここに絡ませますね。はい、こんな感じですね。6センチ4つで、7センチを作ってここに絡ませますね。7センチを作って、
で、ここに絡ませます。絡ませるとか引っ掛けますね。はい、引っ掛けます。引っ掛けます。はい、で、7センチを作ります。はい、7センチを作って、はい、先端を中に入れ込みますね。中に入れ込んで、中に入れ込んでから、はい、入れ込んで7センチを裏側から持ってきて、ここに引っ掛けますね。はい、で、はい、こんな感じですね。で、空気を抜きます。空気を抜いて、しっかり絡ませますね。はい、これでピンクのところも完成しました。はい。でこんな感じですね。はい、今、ぐるっと一周連結させました。はい、あとは微調整して、はい、微調整して、はい、これで完成です。はい、連結クマの完成です。3色ですね。3色連結クマの完成です。はい、ぜひ作ってみてください。それじゃあバイバーイ。